世界ミステリーチャンネルへようこそということでですね、本日の日付は、2月の23日、昨日なんですけれども無事退院いたしました。入院の報告とか、コミュニティとか動画でもしたんですけれども、たくさんのコメントいただいて本当にありがとうございました。今ね、今マスクしててちょっとこれあんまりわかんないですけど、少しここ腫れてるのと、あとちょっとね口が今開きにくいんですけれども、まあ痛みはあるものの、とりあえず今のところはそんな状態です。それでね、ちょっとグロいんですけどモザイクかけようかな。ちょっと歯はこんな感じで抜いてきましたので、まあ治れば快適になるかと思います。まあね、入院生活なんですけれどもね、本当にすることがなくて、まあ一応まあ痛みはあったものの、まあ手は動くのでね、原稿なんかをちょこちょこと書いていったんですけれども、あの動画の方があのストックがなくなってますので、来週ぐらいからかな、過去の動画のショート動画なんかもアップすると思いますけれども、それで代用しようかなと思ってます。あとですね、入院前に撮った動画もアップされると思うんですけれども、まあね、こう動画が前後しちゃいますけれども、その辺はご了承ください。まあね、ということで、まあ無事に退院できて本当良かったですね。まあね、こうだんだん年取ってくるといろんな不調が出てくるんですけれどもね、もし見ている皆さんにも何か不調があったら、なるべく早めに病院受診して治せる時に治しちゃいましょう。ということでね、今回の動画何っていうわけじゃないんですけれども、まあね、おかげさまで無事退院できましたという報告の動画でした。それではまあ次回はね、また普通の動画になりますけれども、引き続き世界ミステリーチャンネルをよろしくお願いいたします。というわけで、重ね重ね皆さん本当にありがとうございました。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。